皆さんこんにちは6月24日金曜日午後5時です今週を振り返り来週を先取りする日経ライブレビュープレビュー BS テルトキャスターの岸本芳生ですさあまずレビューです日経電子版読者の皆さんに読まれた記事のランキングから今週を振り返ります今週は日経の特報 独自ニュースが相次ぎ関心を集めました特にこちらです三井住友フィナンシャルグループの SBI ホールディングスへの出資火曜日21日に日経が特報して昨日二23日に796億円を出資しおよそ10%の株を持つ大株主になることが正式に発表されました三井住友にとってはネット証券への進出は悲願ですネット証券では大手の SBI と組んで若い顧客の取り込みを狙いますそして早速なんですけれども SBI 証券と三井住友銀行、そして三井住友カードの3社でこうしたスマートフォン向けのアプリを開発して株の取引それから口座管理などのサービスで連携する予定、今年度中にサービスを開始する構えです。この 三井住友と SBI の資本提携が2位と3位に入ったんですがこれを上回って読まれたトップがこちらですどこも社長、一括1円は問題だが合法戦うしかないというなかなか刺激的なこちらの記事見出しとなっていますけれども一括1円どういうものか。 かつてよく見られましたよねこんな形でよく売られていましたまさにドコモかしこもという感じだったんですけれども実は最近また増えてきているんですでこの1円端末問題について NTT ドコモの井伊基行社長 回線と端末を分離した結果であり競争が極限まで進むと通信会社いわゆるキャリアは自腹を切ってでも一円で売ってしまうとした上で新品のスマホが中古品よりも安いのはおかしいとして政策を見直す時期に来ていると述べています携帯電話をめぐる一年の政策に一石を投じるインタビューでしたけれども各界のエキスパートが一言解説を投稿する t h i n がついています こちらでみずほ証券チーフマーケットエコノミストの上野泰成さん実態としてはほぼ横並びで分かっていて端末を安く売っているので被害者が不明確なまま1円販売が続いてしまう非常に安い価格で端末を販売したことによる赤字分をキャリアが回線収入で時間をかけて埋めていく構図になっている実態と制度がかみ合っていないわけであり制度の再度の手直しが必要不可欠であると不可欠と言えるとしています。 続いては来週のプレビュー注目点はなんと言ってもウクライナ侵攻が続く危機的な状況の中で重要な国際会議がヨーロッパで相次ぎますドイツで主要7カ国首脳会議いわゆる G7 サミットまたは29日からは 北大西洋条約機構 NATO の首脳会議ロシアとの緊張が高まる中でヨーロッパの安全保障について議論しますで、岸田首相は G7 に続いてこの NATO 首脳会議にも日本の首相として初めて出席をするんですがこの機会を捉えて アメリカのバイデン大統領それから韓国のユンソンによる大統領との日米韓首脳会議を首脳会談を開く調整に入ったというニュースも入ってきています実現しますと2017年9月以来4年9ヶ月ぶりです各ミサイル開発を進める北朝鮮への対応を協議します 来週の日経ニュースプラス9ではこの G7 サミットと n a t 首脳会議について詳しく専門家を招いて徹底的に討論解説をしますそして来週なんですが一番下ソニーグループ東芝日産三菱電機などなどと、はい株主総会 日本で最も多い3月期企業の株主総会ラッシュとなっているんですがちょっと異変が起きているんです、会社提案が相次いで取り下げられたりあるいは否決されたりしています、こちらエレベーターのフジテック創業家出身の社長の取締役再任提案香港のファンドなどが反対を呼びかけた結果総会当日、これ昨日ですけれどもこれ取り下げられました。そして こちら東洋建設は買収防衛策の導入を提案したんですが TOB を提案している株主が見送りを要求した結果これ総会今日なんですけれども前日の昨日になってこちらも取り下げられています極めつけはこちらです京都に本社を置くフューチャーベンチャーキャピタルが会社側が提案していた 取締役候補全員否決されましたそして個人投資家が提案した取締役への交代が可決されるという本当に異例な形となっています物言う株主の力が幅広い企業で広がっている強まっているというところ株主総会にも注目ですさて日経ライブなんですが来週二十九日水曜日午後六時から実践デジタルツインメタバース時代のものづくり改革デジタルツインってご存知ですか ネット空間上に工場、えそれから工事現場などを忠実に再現する、つまりデジタルのツイン、双子を作って現状の把握や未来の予測などに役立てるというものづくりを変える可能性があるこの新しい取り組み、デジタルツインについて、え6月29日ですね、水曜日午後6時からです。ぜひご覧になってください。日経ライブデビュープレビュー、来週も金曜午後5時にお目にかかります。それでは皆さん、ぜひ良い週末をお過ごしください。